助かい。おはようございます。おはようございます。粉を入れるとこから入れるんですか？あ、そうです、はい。あと油とかも入れるとこからやるんですか？はい、全部やるんですか？そうですね、全部、はい。はい、はい、お願いします。やっちゃっていいですか？浜さん来てから、浜さんは何時ぐらいですか？まだ、あれ昨日ニューヨークはハリケーン来るとか言ってたんですよね。そうでしたよね。だからちょっと浜さんが一旦来てからでしょ。来てからでいいですかね。おはようございます。おはようございます。早いですね。おはようございます。浜さん早いっすね。え？早くないですか？そう？昨日だって10時ぐらいにあれでしたよね。帰られてましたよね。そんなもんすかね。うどん屋は朝早いんですよ。でも朝早いのって、うん、僕もカツさんもそうなんですけど、もともと相撲取りだったから、あんまり苦じゃないですよ。そうなんですか、うん、毎日こうやってうどんをこねて切るっていうのは結構ハードワークですよね。最初これずっとやっていけるかなと思って、はい、毎日やってたらそれが当たり前になるんですよね。へー、すごいね。な、当たり前になるようなもんな、はい、最初きつかったけどな、はい、逆にもうカッサなんて今麻痺しちゃって、うどん打たなきゃ落ち着かないもんな、ね、毎日うどん打ちたくてしょうがないですよ。病気みたいな。そう僕のなんかそういう風になるんですよ。僕の相撲の動機性が
一番だしっていう会社でやってますね。だしの会社、食品メーカーの会社、その社長で、そこから取り寄せてます。分かりました。誰？67ですよね。64か秋葉さんで。分かってないじゃねえかよ。じゃあ64か秋葉さんで、65か釈迦の花で、あ、朝総理です。やっと念願の朝飯したいもん。これ朝食ですか。そうっすよ。ご飯の量すごくないですか。え？ご飯の量。本当？はい。いや、こんなもん普通です。これでもだって2合600g ぐらいじゃない？え、もっとありません？あるかな。キロある。キロはない。キロある。朝からすごい力がつきそうです。よっしゃ。はい、先生どうぞ。
塩ちゃんこうどんですね、どうぞ。塩は辛ですね。はい、肉汁なんですね、どうぞ。ありがとうございます。天ぷら2つ、はい、肉汁でしたよね。天ぷら2つ、天ぷら2つですね。3万8000円ですね、はい、すいません、お願いします。でもそんなもんお客さんもバカじゃないから、あれですよ、麺見たら分かりますけどね。今日食べててちょっとやっぱ僕のは太さがちょっと違ったり、なんかそのなんかあの長さが違ったりとかあったでしょ、はい、もうああいうのは手打ちの証拠なんですよね。そうですよね。機械打ちは全部長さも太さも一緒なんで。これなんかあれか、かわいいですね。それあれどれ、ポンチョ、ポンチョみたいこれ。これ着ないともう大変なことになっちゃうの、服が。ああいい、最高、最高の硬さですね。
ことがないっていう仕事は本当に嫌だったね。日曜日、大日本プロレス群馬県中之条町バイテック文化ホール大会を開催します。ぜひ皆さん会場に足を運んで見に来てください。よろしくお願いします。